北原さんってね、美容業界のカリスマの方がね、なんか美容師さんは基本的にワンカット1回の施術で1万5000円で1日3人しか取っちゃダメっていう仕組みを作ったんですよね。すごいですよね。一般的に美容業界っていうのは朝から晩までお仕事をして、お客様が帰られて店のカーテンを閉めた後に練習してるんですよね。美容師さんって本当に技術の追求がすごく一生懸命やってるので、でお客さんそういう見てないけど、ものすごい時間かかって頑張ってね、技術を習得してるけど、安いとヘトヘトになっちゃうんですよね。だけど1日3人だったらね、ヘトヘトにならないでちゃんと生活できるのでっていう環境を作っていたり、あとは僕練馬にもともと住んでて、その中村橋っていうところに住んでたんですけど、その近くに総流っていう美容室が あるんですよ今も。でそこに行ったんですよ。あ、ヘッドスパを受けに行ったんですけどいや、ジロジロ見られるのね、行くと。普通に入ってくんだよ、お客さんとして入ってくと、その受けてた人いやいや、分かりますよ、言わなくても。あなたが言いたいことはお前何しに来たって言いたいんですよ。けどヘッドスパを受けに行ったりで、そこ経営者の方が僕のことを知ってくれてたので、根掘り葉掘り聞かせてもらったんですよ。やっぱね、すごい美容室で、あの業界の平均単価の 1.4 倍なんですよ。で予約が3ヶ月取れないですね、大人気で。でなんと日曜日にお休みなんですよ。美容室日聞きましたよ、美容室日曜日書き入れ時でしょって。そうですねっていうわけですよ。じゃあなんで日曜日営業しないんですかって言ったら、いや、うちは女性のスタッフが多いんで、やっぱね、もうかなり長くなってきたんで、やっぱり結婚したりとかお子さん生まれたりしたとかしたら、やっぱり日曜日って子供と遊びたいじゃないですか。だからです。かっこよかっこよ、せーの、いいね。まあ全員がそれやりなさいまでは言わないけれども、なんかそういう従業員のこととか社会生活のことまで考えられるようになるかどうかって、やっぱり価格関係あると思うんですよね。安かったら薄利多売しかないんですよ。たくさん売れば売るほどやっぱりスタッフは疲弊する、疲れるし、プライベートの時間もなくなって、美容師が大好きだったのに結婚と出産で辞めなきゃなんなくなるんですよ。かわいそくないですか。やりたいんですよ、続けたいんですよ。でも賃金が低いから辞めなきゃなんないんですよ。僕は飲食業に対してもすごく思っていて、サービス業で働いてる人って目の前のお客様を笑顔にしたりとか癒して差し上げるのが好きでやってるんですよ。なんだけど、例えば長年働いて結婚したりね、子供が生まれたら給料上げなきゃなんないじゃないですか。でどうやったら給料上がりますかっていうと、店長になれば上がるよとかスーパーバイザーになれば上がるよって言うんですよ。でなるんですよ、やっぱ収入上げなきゃなんないから。でもさ、この子の特性は目の前のお客様を喜ばすことだったんだよ。でも店長って違うじゃん、マネージメントじゃん、ね、管理じゃん。管理とマネージメントの専門家じゃないじゃん。で大好きだった飲食業が嫌になって辞めていくんですよ。かわいそくないですか。だからうちはチップやってんですよ。チップをやる、年収800万だよ。辞めなくていいじゃん。辞めようと思う？思わない。ニコニコだなお前そりゃそうだわ。だってお客様に喜んでもらえるのが大好きで、そっちそのお客様からちゃんと承認、認めてもらった証としてお金をいただいてるんだよ。これ単なる美味しかったよっていうのとちょっと桁が違うじゃないですか。あなたの提供してくれた価値にお金を払いたいようですよ。でも本来そうじゃないの、もともとチップがなくたって。だから働いてる人が自分が本当に価値を提供してるんだってことを実感する方法はお金しかないんだよ。なんでお金から目を背けるんだよって気持ちがめちゃくちゃ強い。背けてきたからです、僕が。それまでずっとだって自分の講演会5000円で売ってたんだから怖かったんですよ。安ければ文句言われないだろうと思った。でも違う、安い方がクレームが多いんだって。高いとないんですよ。皆さんどうですか、ビジネス人選塾 2days 受けた後にクレーム言おうと思ってる人って何ぐらいいますかいないですよね。それ内容じゃないんですよ、そういうお客様なんですよ。絶対ここから学んで成長して価値を何倍にもしてやるっていう、まあ
もうこれ言うと語弊あるけど、皆さんの前なら言える、質の高いお客様しか来なくなります。やっぱり安かろうだとお客様の質が落ちてクレーム増えるんですよ。だってもう一回言っていいですか、素晴らしいサービスを一生懸命頑張ってサービス提供した従業員がお客様のクレームを言われるんだよ。ドリンク出てこねえじゃねえかよって、申し訳ございませんって、てめえ人の話聞いてんのかよって、安く売って怒られてんで謝ってんだよ。それまあ経営者のせいだろ、スタッフのせいじゃないだろうってすごい思うんですよね。なのでまたちょっと値上げになると興奮して長く喋っちゃうんですけど、本当にね、値上げしよう、もう安いのやめよう、安い国日本はやめよう、僕たちからやろうよ。まだ未だに安い方がいいと思ってるお客さんが多い国で頑張ろうよ。きっとなんか言われる、でもやろう。誰かがやんないとこの国は変わんないんだよ。この安も本当にこんなに質が高い商品や真心を持った従業員が安く買い叩かれてる国はないんだって。もう海外に行くか高くするか、もう二択、それがやめて、もう安、もう海外か、でも海外行ったら高くできんだよな、悔しいな。え、悔しくない？海外に行ったら高いんだよ、僕らは。同じだよ、このままで高くなるんだよ、悔しくないか。な、両方行くか、海外と値上げ、そうだ、両方やろう。せーの、いいね、いいこと言うね。YouTube を見ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、 Voicy という音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひ Voicy もチェックしてみてください。話し方の学校では、話すことはプレゼントということを自分で落とし込んでいく学校です。今まで話すことが辛い、私には向いていない、コミュニケーションで損してきたという、そんな人にとって、話し方の学校は人生の変わる学校になることは間違いありません。話し方の学校、ぜひ扉を叩いてみてください。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。